ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はウォータロー、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。このラベルのデザインですね、こちらのキャラクターはですね、藤子不二雄 A さん、アビコ元夫さんですね、がデザインしています。ミネラルウォーターファンだけではなくてですね、漫画とかアニメの好きな方にもアピールすると、もしかすると水にちょっと興味を持ってくださる方も出てくるかもしれません。名水百選水の里に認定されています。名水百選というのは環境省ですね、水の里というのは国土交通省です。そのどちらにも、選ばれています。ですね、日本名水百選で知られる富山県黒部市の黒部川扇状地から湧き出た自然の恵み豊かな天然水です。私はですね、この黒部市っていうところはですね、何回か訪れたことがあって、とっても好きな土地です。何度でも行きたいなと思わせるようなですね、素晴らしい環境の中にあります。まあここならば、まあ実際行って立ってみるとですね、その地に立ってみると、まあここならば良い水が出て当たり前だろうと思わせるような雰囲気です。やっぱりですね、採水地に行くっていうことは、ね、とても重要だと思っています。もちろん無理のない範囲でという意味ですけどね。たとえ工場が見学できなくても、採水井戸が見学できなくてもですね、その周辺地域を見回るだけでですね、その水に対する愛情とか理解度っていうのは高まっていくと思います。販売者が株式会社ファーム、採水地が富山県黒部市ですね。高度が47、 pH が7ですね。非常に飲みやすい水です。癖がなくてですね、もうすっきりしています。舌触りも滑らかで、スッと体に入っていく感じがして、どんな場面でも活躍できる、そんな水だという印象を受けました。ですね、この中央部、ボトル中央部にはですね、少しへこみがあります。このへこみというのは非常に重要で、例えば冷やしたりして、冷蔵庫から出すと表面が濡れますよね。その時にこのくぼみがないとですね、もう本当に滑ってします。2リッターフルに入った状態だとすごく滑りやすいです。ですがこういうちょっとのくぼみがあるだけで、消費者っていうのはですね、助かるんですね。いろいろな他の製品にもついていますけども、やっぱりこういうくぼみがついた製品っていうのはありがたいなと感じますね。そんな感じですかね。先ほども言いました通りですね、富山県黒部市というととてもいいところです。水が美味しければですね、他の、農産物とかもとても美味しくなりますんで、ぜひ一度行って、黒部市がどんなところなのか、どんな水があるのかっていうのをですね、確かめていただけると私も嬉しいです。最近北陸新幹線も、開通しましたし、北陸へのルートっていうのはですね、とても行きやすくなっていますので、ね、私東京基準で話を申し上げてるんで、他の地域の方はちょっとわからないんですけども、東京近辺から行くとなるとですね、とても、行きやすくなりましたので、ぜひですね、皆さんも行ってみてください。よろしくお願いします。